この前ですね、ファンネームが欲しいということで、あ、そうね、募集したんですけども、はいはい、たくさんのアイディアが届きました。ありがとうございます。ですね、1個目ね、はい、ティアラーズ、ティアラーズ、いいね、で、次がね、ティアランズ、ティアランズ、ティアラがカタカナで、うん、ズがひらがな、ティアランズ、かわいいね。で、次がティアキラ、ティキララみたいね、ティアキラ、で、次がティアランド、ティアランドかわいい、いいよね、ティアラがカタカナで、運動がひらがな、ティアランド、レインボーズ、レインボーズ、多分これユナの、あ、ユナじゃねえや、リナのあれを元に考えたんだな、ありがとう、レインボーズ、すごいね。で、次がティアラー、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 スカパースカパーね。で、ティアッコ、ティアッコ、あ、チェルコみたい、かわいい。で、ティアララーズ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 、まあシンプルにティアラーかなって子もいるね、ティアラーかなー。次、ティアラから宝石に変わって、宝石を英語で言うとジュエリーなんで、ジュエル、ジュエル、ジュエリーでもいいかもです、だそうです。ジュエル、ジュエリーとかね、ジュエル、ジュエリー、いいね、宝石って意味ですね、うん、ティアラもキラキラしてるからね。あ、で、もう一個あったんやけど、同じなんやけど、ティアラーズが全部ひらがなね。あ、やっぱみんなティアラーズって好き、かわいいね、うん、かわいい、ひらがなもいいね、ティアラーズ、うん、あと、クイーン、クイーン、女王って意味ね、女王、ヘリラキャンレラレラレッテン、はい、ウィーはい、次いきます。あもうクイーンだったかな。てん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 、まる、キラユニスト、キラユニスト、ユニコーンも入ってますよこれ。あ、なるほどね、うん、うん、あ、キラ、キラも、あ、みんなが揃っててキラユニスト、虹、 あ、そういうこと、お、あ、あ、キラキラ、ユニコーン、ストロベリー、あ、虹、あ、おー、キラユニスト、虹、はい、レインボーでも可愛い、キラユニスト、うん、レインボー、すごい、みんなの意見をまとめて、ありがとう、可愛い、これだけのたくさんのアイデアをいただきました、ありがとうございます。どう、どんな感じ、ティアラ、ティアランドとキラユニスト虹がいいと思う、うんうん、どっちかが言いやすいよね、うん、キラユニスト虹、かっこいい。ともう一個なんて、ティアランド、ティアランドいいね、うん、ちょっと遊園地みたいなね、うん、なるほど、みんなが楽しんで見れるような感じ、うん、マイカは、マイカはティアコがいいけど、ネオちゃんのもね、うん、ちょっと似てるね、何がいいと思う、マイマイは、うん、やっぱりティアランド、ティアランド、うん、リナちゃんは、リナはティアランズか、やっぱティアランドっていいよね、こう、うん、かわいい、うん、このひらがなのね、ティアラーズもなかなか捨てがたいんですよね、うんうん、ひらがなっていうのがね、ひらがなね、ティアラーズ、迷うな、うん、ティアラーズもいいよね、じゃあさ、うん、そのティアランドとがあるじゃない、それをひらがなにしてもいいと思うし、ティアランド、あ、かわいいかもしれない、いいね、それね、ティアラーズ、私たちティアラーズです、とかね、うん、いろいろ使えるかな、どうしますか、ティアランドかティアラーズかな、うん、のひらがなバージョン、ひらがなかわいいね、ティアラーズ、うん、じゃあティアラーズにしよう、うん、ティアラーズ決定、決定、決定でいいですか、はい、もうひらがなバージョン、みんなの意見がまとまりましたよ、うん、だってさ、ティアランドもさ、うん、そういうみ
みんなじゃん、ティアラーズって、うん、みんなっていう意味だから、視聴者さんが推してのみんなだから、そう、みんなティアラーズ、ティアラーズ、絆が深まる、そう、繋がってる感じがするから、うん、ティアラーズでいきましょう、はい、ティアラーズ決定、イエーイ、ティアラチャンネル。でさ、今見たらさ、似たようなのがあって、はい、ティアラーズとティアランズってあるんだけど、うん、どっちがいい？ティアランズ。ティアランズ。ティアラーズかティアランズ。ティアラーズ。ティアラーズがいい。ティアラーズ。ティアラーズ。ティアラーズがいい。ティアラーズ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 。でも言いやすいのは、はい、私たちティアランズですはすごく言いやすい、はい、ティアラーズの方がいい、ティアラーズ、ティアラーズ、ティアラーズです、ティアランズです、はい、ティアラーズです、はい、ティアランズです、ティアランズの方がいい、なんかティアランドとズが混ざってる感じ、ティアランド、ラム、ティアランズ、ランが、ティアランズの方がいいかもしれない、ティアランズ、ティアランズ、ティアランズいいね、全部ひらがなでティアランズ、それかティアラにしてみると、どうしよう、だけどティアラはカタカナで、ンズがひらがなで、かわいくない、ティアラかわいい、ひらがなでもかわいい、あ、かわいい、どうする、どうする、なんか自分たち九州なんで、ンズってついたらこう方言っぽくてかわいいかな、ティアラズです、あ、ティアラズです、ティアラズ、ティアラズです、じゃあティアラズで、はい、行きますか、はい、この名前をつけてくれた子がくるみちゃんっていう子です、ありがとう、ありがとう、で、せっかくくるみちゃんがカタカナでティアランズってつけてくれたし、うちたちのね、名前もカタカナでティアラでやってるから、このまま使わせていただきましょうか、はい、いただきます、じゃあティアランズで決定で、じゃあ最後決め言葉いこう、うん、じゃあ私たちティアランズ、私たちこっち、みんなこっち、うん、こっち、私たち、じゃあそれは私たちよね、うん、私たちティアラーズ、はい、じゃあ上がってよ、私たちティアラーズです、おー、くるみちゃん、ありがとうございました、ありがとう、ということで、ファンネームはティアラーズで決定しました、これからたくさんティアラーズっていう言葉を使いたいと思います、はい、くるみちゃん、ありがとう、ありがとう、それでは、またね。